朝鮮の第二代国王、県治高麗国寺。意味名は、当初薫るか、改名して、字は公演。聖子になる前は、永安君。教瓶王7年7月1日に大祖と、神陽光の間の次男として生まれた。性格が穏やかで勇猛で知略が優れ、高麗末期、父について、多くの戦いに参加し多くの功績を立てた。父、李聖慶が朝鮮を建国すると、 リカオルカは、永安君に作法されたが、大祖7年8月に、いつおである弟、安しやすく君、リカオルエンの起こした第一次王子の乱の後、王政氏に作法された。本来大いにつく意志がなかった、カオルカは、王政氏になるのを言葉を尽くして辞退したが、大祖の長男で、兄のチガン,ン君、リカオルは、すでに亡くなっていた上、その頃、 国の権力を掌握していたカオルエンの強要で仕方なく王政主となり、1ヶ月後の同年9月、大祖の上位で朝鮮国王となった。側室との間に多くの諸子を設けていたが、王妃禁止との着難がないことはカオルエンにとってとても好都合であった。低層は2年の在位期間、カオルエンの影響力下にあった。カオルエンの意向によって、 権力者たちの紙幣を解体し、軍事権を国家の最高軍事機関である吉沖山軍府に集中させた。提訴は、関陽の運気が悪くて王子の乱が起きたという理由を聞いて、首都関陽から再び開け経営戦とした。しかし、翌年1400年に第二次王子の乱が起きると、カオル縁を大予定に作法し、9ヶ月後の11月13日に、 王予定に王位を譲り、女王に退いた。帝層としては、権力の中心である王位から退くことだけが、命を維持することができる、唯一の道だったからである。女王に退いた帝層は、忍徳具で激さ、狩猟、温泉、宴会などの娯楽で悠々自適な生活を送り、清掃元年9月26日に63歳で、皇居した。五両は、 会場にある厚みささぎ。2年の間の短い知性にほとんど実験がなかったことから、朝鮮では低層を過渡期試験者と考え、京安市大王と呼んだが、262年が過ぎた畜生7年12月に至り、低層という病号を送った。ありがとうございます。